こういう入り口を、しかもその入り口の先がこれまでになかったような世界がちょっと見え隠れする入り口を用意するっていうことにすごく共感をしました。今すごくその日本社会全体で何かこう閉塞感みたいなものをすごく抱えている中で、本当にたくさんの若い人たちが、これまでの写真家とか映像作家とか素晴らしい方いっぱいいらっしゃいますけれども、そうではない全く新しいステージだとか、全く新しい映像作家としての存在に自分がなれるかもしれないっていう大きな、なんか、まあ、本当にネクストゲートなんですけども、想像もできない扉が開くかもしれないよって。これはだから若い人はもちろんですけども、そのこれまでずっとキャリアを積んできたけれども、なかなかこう思ったような伝え方ができない方は、ぜひこれをきっかけに世界に飛び出てほしいなって思います。誰でも綺麗な写真を撮れるし、誰でも例えばそれこそ当事者になれるし、そこでしか撮れない写真を撮ることもできる時代ですけれども、その先は撮る側の知識であるとか、撮る側の取材量であるとか、撮る側の観察眼であるとか、人間力が問われてくると思うんですよ。一般の人が綺麗な写真撮るのと違って、多分その人間力っていうものを同時に伝えるのがこのグラフゲートなんじゃないかなというふうに思います。私はこう言葉を信じて、言葉の伝える力とか、言葉の持っている魂みたいなものを信じてずっとこれまで仕事をしてきた人なので、まあその写真あるいは映像という表現方法にそういう言葉を加えることによって、より世界に発信していく力を持った作家さんが欲しいっていう、その思いをすごい共鳴しまして、それだったらばその言葉の力と映像をかけるっていうところにまず期待をしています。決して全部そこに魂込めたからあとは解釈は見る人の勝手だよっていうオーディションじゃないと思います。作品が全て、あとは何とでも解釈してくださいっていう、それはそれで一つのあり方だと思うんですね、アーティストとしても。多分そこの部分の解釈とか作家さんの思いっていうのを足踏みで留めないで、もっとその先へっていうのがこの企画の趣旨なんじゃないかなっていうところは私はすごく共感してます。全て真実っていうのはすごく曖昧なもので、ものすごくグレーだなって思う。世界に何か自分の思いとかを伝えるって結構ハードル高いんですよね。そういった意味で皆さんが全然違う価値観を持っているから、その中で全く自分と違う考えを持っている方にも、この写真はこれを伝えようとしてるんだっていうことを言葉で伝えてくれる、それをどういうふうに思いで何を伝えたくてこの写真を撮ったっていうのを伝えるっていう部分で、これからの写真家映像作家はもっとこう素晴らしい写真をプラスで、自分がそこにどういう思いをっていうのを言葉で載せることで、もっといい効果とかいい世界への表現とか伝達ができるんじゃないかなって。全然拙なくてもいいんだけれども、より複雑な感情だと思うので、自分の作品映像を捉えてそれを伝えるっていうのは、いかにその表現に自分の魂を込められるか、そしてその経験を乗せられるかっていうのは大事だと思います。その作家さんの言葉によって、その彼の人間性が私に伝わった時に、私の解釈がガラッと変わる可能性もあるわけですね。その瞬間の出会いとか化学反応をすごく期待しているっていう感じです。